お便りです小説家志望者に SNS はおすすめしないっていうこの番組は小説家鈴木喜一郎があ小説講座で感じたこと読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。 鈴木は話すスピードがかなり遅いので1.3倍ぐらいに調整して聞いてください小説家鈴木貴一郎の小説講座放課後ラジオ <noise> えっと今日は、えー、ラジオネームがないなあラジオネームない方ですが、えー、こんにちはふと疑問に思ったことですはい。どんなことでしょうか、えー、プロを目指す作家志望者にとって X q ツイッターなどの SNS をすることは先生はどこまでお勧めできますか、えー、例えば作家同士でお互いの作品の感想を読み合って言い合うまたは持論の創作論を発信する、えー、それとも日常の作品や読ん,だ読んだ本の感想などをつぶやく、えー、ネット小説なら自作の宣伝をするなどなど 私はあくまでも読者なので SNS は読んだ本から作家を見つけて追いかけるという、うん、使い方をしています。その逆もあります。ということです。えっと、まあ先に結論言ってしまうとタイトル通りであの新人賞の応募作を書いている小説家志望者に関して言うと僕は SNS というのはまあ僕はお勧めはしないです、まあ、やるなっていうの言う言い方をするのは僕は好きではないのでまあ,あ、まあ、やるんだったら注意しましょうね気をつけてやろうねということは思いますけどねえっ、ー、とその一番の理由っていうのはやはりあの時間の問題です、えー、時間っていうのは執筆時間の問題 えっとスマホ時間アプリってものがスマホの管理時間をスマホをやってる時間をチェックするアプリっていうのがあるのでそれで自分のそ,のそれをちょっと自分のスマホにインストールしてそれで一時どのぐらい SNS をやってるかっていうことをチェックしてみるといいです。えっと、意外とね平気 平気で時時間3時間使ってたりしますから、ね、ええー、要はね隙間時間をちょこっとこう SNS でこうちょっと見たりだとかってしてる時間が意外と長いのでということです。でデビュー前の金魚作家デビュー前まあデビュー前新人賞の大作品を書,く書いてる時というのはとにかく時間が足らない。 っていうのがあ、まあ、現実です一日、まあ、1時間は一日7時間ああ6時間7時間寝る、えー、往復の通勤時間少なくとも1時間から2時間はそこで食う、えー、それからとお仕事がこれがまあ8時間から10時間拘束される、えー、それからとお 風呂に入それうあとかじったとかっていうようなことがそういったことに、えー、拘束される時間があるっていうと一日の間にその自由に使える時間っていうのは限られていてでその中で原稿まず原稿を書くための,その取材をし放送を こう入力をし、えー、それからあと原稿を書き登場人物の、まあ、プロットを組んだりだとあ登場人物の履歴書を作ったりプロットを組んだりという作業があり、えー、それから遂行してっていうようなふうになると、まあ、時間って限られてくるので、まあ、その隙間時間 SNS を除いてるおこういじくり回してる時間に一冊でも本をよ多く読んだ方がいいよねという。 まあぶっちゃけたういうことですでまあこれは小説のお新人賞の応募に関してはそういうふうであってであの小説投稿サイトを例えばなろうだとか各く読みの場合だとおこれ SNS は必須だっていうようなことはまあまあまあ伺ってます。その 小説投稿サイトの場合だと読者というものをまずゼロから作らなきゃいけない小説の新人書の場合だとその章についてる読者というのがあるからねあとはパブリシティもそこら辺出版社がある程度やってくれるということがあるんだけれど小説投稿サイトの場合だとまず自分の読者というのを自分から作っていかなきゃいけないということなのでえまあその関係で SNS そのおツイッターなどで告知をするということがあ必要になってくるということだそうです。まあ、あのおやはりねデビュー前の新人同士がその例えば SNS でもクローズドでのクローズドでのあの こうネットのササーーククルルいうかサークルだなあー今いろんなものがありますがスレッドだとかあスレッズだとかあ,あとなんだっけそうそうあディスコードだとかそういうところでこうクローズドのサークルでこうは、うん、いろんな議論をするというのもする場が、まあ、あるわけだけど僕は実はあんましおすすめはしないです。やっぱその お互いの作品の感想を読み合,って、えー、読み合うとかお互いの創作論を発信するどんな創作論よりもその創作論の延長線上にその書いた人の作品があるわけなので作品そのものがかいあのなければさ創作論もへったくれもないしさ。で <laughs> だったら鈴木喜一郎小説講座で小説を教えてるお前はどうなんだって言われるだろうけど僕の場合は創作論ではなくて新人賞の取り方だからねあの名作を書くっていう意味ではなくせめて新人賞程度のものは取れる程度の出力をこうやってやりましょうということを伝えてるだけなのででやっぱそのやっぱねえっ、ー、と 素人同士の創作論の議論ってはっきり言って時間の無駄なので、えー、その時間があったらサクッとげさっさとあの原稿を書くなり資料を読むなり、えー、こう好きな小説を読むとかっていうようなことをやった方が、えー、参考にはなるということです。まあそうは言ってもそのこう、えー、小説家志望者は SNS をやるなっていうふうに断言 できでかっていうとデビューしたら結局ね告知などでなんかでね SNS ってやらなきゃいけないのよ。でこのお魅力的な告知っていうのは結構難しいのでね。ね、まあ,あ特にその X のように非常に短いものだとなかなか微妙なニュアンスもわ伝わらないしで告知をしてもただ単に同じものをコピペして投下するっていう、まあ、そんなような味気のないもので見てても面白くないようなもんばっかりになるしあと短い告知あの140文字の中にこう詰め込む習慣をつけてしまうと、えー、短い言葉で言う習慣をつけてしまうとやっぱりこう 長くきちんと説明する力に影響してくるということはこれ現実としてあるのでねまあこれは難しいとこですただデビュー前はまあ僕はお勧めはしないよっていうことではありますただまあこれねまあやっといてあの SNS との付き合い方ってやらざるを得ない部分はあるのでまあそのための付き合いの考え方ということはあることはあるけどねただまあ僕が気をつけているのは SNS でその昔からねそのおなんていうのおーホームページがあった時代からブログと呼ばれてたいた時代から その双方向にするとその非常にその時間を食うので,でツイッターなどの場合だと、まあ、片っ端からブロックしたりミュートしたりするし、えー、とこう YouTube のコメント欄だとか、えー、あとこうお,お便りボックスを設けるとかあーメールをおメールという形にして。 そのコミュニケーションに関して一つワンステップを置いて、えー、とコミュニケーションをする相手とは一つハードルを設けるという形はしてます、えー、とやはり双方向だとどうしても時間を取られてしまうのでねということです。んまあ,あやっぱ限られた時間をどうやって有効に使うかっていうのは結構やっぱり重要な問題なのでね えっと YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました面白いとか役立ったとか思ったらあ200円ぐらい投げ銭してくださいえっとチャンネル登録通知をオンにしてくださいえっとこの番組ではあなぜ今更消えない小説の疑問のおーテー、まあ、そういったテーマのお便りを募集しています えーと Google フォームで匿名ボックスを用意しました。鈴木基一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにでも受講できます。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple ポッドキャスト、Spotify、Amazon ミュージックなどのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木基一郎の小説講座放課後ラジオそんなところでではではでは。